パヤはパキスタンの伝統的な料理である。様々な祭りの際に提供されたり、特別な客や同行者をもてなすために出される。パーヤという言葉はウルト語で足を意味する。主な材料は牛、ヤギ、バッファロー、羊等の客肉で様々なスパイス、ハーブと共に煮込む。パヤは南アジア料理と中央アジア料理の融合に起源を持つ。 中央アジアでは、ハシュ、または、パチャと呼ばれる。そしてこの料理は、南アジアのイスラム教徒料理人によって、地元の食文化の中に取り入れられた。その後、バヤは、今日のパキスタン、バングラデシュに相当する全域で人気のある料理となった。南アジア以外のパキスタン料理店でも食べることが、できる。特にパキスタンのラホール、ペシャーワル、カラチでとても有名である。 この料理のレシピは地域ごとに異なる。スープベースはソテーした玉ねぎとニンニクで作られ、肉や骨、カレースパイスが加えられる。付け合わせとして、生の生姜のみじん切りや生の大箱エンドロの葉等が、レモンのスライスとともに添えられる。ストーブの弱みの上で数時間じっくり調理されるが、最近では圧力鍋が使われることがほとんど出る。調理用の燃料として、 焚き木や石炭が用いられていた時代には夜に調理を始め翌朝までじっくり加熱を続けた。濃度はスープ程度で陶器になんと共に朝食として食べられた。この料理には多くのバリエーションがある。人気のあるものにはシリパヤがあり、シリは動物の頭を意味しご馳走とみなされている。ありがとうございます。